そうですね、道場縫製はまあ見ての通り生まれつきのテンパーが行き過ぎてほぼパンチパーマになってるっていうキャラクターなんですけど、僕が思ったのは、あ、嘘をつかないんだなっていうのが印象がありますね。で、嘘をつかないからこそなんかいろいろとなんか嘘をつこうとしてもすぐバレたりとか、人生を幸せに生きるにはやっぱり正直でいなきゃいけないんだろうなっていうのをね、この台本を通じてで縫製を通じて思いました。だから友達になりたいやつだなと思いましたね意外と似合っててちょっとおしゃれになっちゃってるから、まあ、そこからまた改良が入ったんですけども、意外と似合ってるなっていうのがまず第一の感想でしたね。縫製くんのお父さんはパンチでした。縫製くんはそれがずっと嫌でした。絡まってる。俺さ、今日田舎から出てきてさ、初新宿、いやはやすっげーわ、新宿って美女だらけ、特にお嬢さんは最高。ただのナンパっすけど。なわけねえだろ、そんな頭して。お待たせいたしました。手紙の返事。ごめんなさい。あれ、ちょっと待って。わかった。どうも、俺、道場縫製。私に一番合ってるお店探すんだよ。お前、俺からいくら借りてるか勘定できてんのか。やってみろよ。この街を知るのにこれ以上いい仕事ねえぞ。いいか、スカウト契約には2種類ある。売り切りは店連れてってダチンもらって終わり、永久は本でいう印税みたいなもんだ。女がその店で働き続ける限り稼ぎの一部が入ってくる。嫌なら殺してよ。もう何が不満でこんなにみんなを傷つける。俺がこの町で生きていくやり方なの。やったら俺がお前を殺すから。こいつはな、俺から離れらんないんだよ。俺なんか一生パンチって決まっちゃってんだよ。何をやってもパンチだから。行こう。